2020年11月1日、三位一体後第21主日の礼拝を始めましょう。どうぞご起立ください。今月から最初の御言葉が変わります。詩編の103編、1節から5節よ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主の祝福してくださったことを何一つ忘れません。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命をあなたから奪い、あなたに恵みと憐れみとの冠を授け、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さは私のように新しくなる。祈りましょう。父なる神様、今週大統領選挙があります。アメリカの民主主義を支えてきた大切なものです。どんな不正も妨害も、またテロや暴動もなく、無事に終えることができ、アメリカがコロナを克服して先に進むことができますように。またジョージ・ワシントン以来、多くの大統領はあなたを信じ恐れる人々でした。どうぞ選ばれる大統領、副大統領、また上院議員、下院議員、判事たちがあなたの前にへり下って、その務めを果たすことができますように。またテキサス州の議員や判事たちも同じように導いてください。父なる神様、地震と津波の被害に遭いましたトルコやギリシャの人々を覚えてください。一日も早く、一刻も早く、助けを求めている人々に必要な援助が届きますように。この礼拝の祝福を心から願いながら、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。最初の賛美、十字架の上にて。Thank you.
告白、一心情を持って主に捧げましょう。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちよりによみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に差したまえ、かしこより来たりて、生きる者と死にたる者とを裁きたまえ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。お座りください。レントの期間、イエス様のご受難を覚える期間が2月から始まりますけれども、その期間になりますと、十字架のステーションといいまして、イエス様が十字架を背負って、ビアドロロサ、悲しみの道というところを歩かれた、そのことを覚える一つのデボーションがあります。実際、エルサレムに行きますと、14のステーションがありまして、イースター前には本当に十字架を担いで行進するそういう情景、皆さんもご覧になったと思います。その十字架のステーションの時に歌う賛美があります。新聖歌にもあるんですけれども、今日は別の歌詞で、同じメロディーだと思いますが、別の歌詞で、本当は14番まであるんですが、4番だけ歌って、イエス様の十字架のその道行き、足跡をご一緒に心に思いたいと思います。あなたも見ていたのか。この賛美の後、今日の世界のための祈りは、日本のためにご一緒に心を合わせて祈りましょう。Thank you.
天の父なる神様、この時間日本のために祈ります。主が作られた美しい自然と資源を日本に与えてくださり感謝します。しかし近年水害が続き、地震の心配もあります。コロナ感染のため経済が衰退しました。世代の差が深まり、社会的に孤立している人が増えています。こうした困難なことによって、日本の人々が霊的なことにより心を向けるようにしてください。日本の 70% を超える人々は自分たちは無宗教だと考えていますが、実際は多くの人々が偶像礼拝や先祖崇拝をする仏教、また数多くの神を崇める神道と深い関わりを持っています。聖書は日本人の世界観に合わないと考えられ、キリスト者の中にも神道と妥協する混合主義が現れ、洗礼を受けた人たちの約半数が 2,3 年以内に教会を離れています。またエホバの証人やモルモン教のようなキリスト教を名乗る異端が福音的な教会やカトリック教会よりも早い速度で成長しています。仏教の神道運動である創価学会はピーク時には会員数が1000万人もありました。神秘主義と宇宙崇拝を基盤とした新興宗教が毎年新しく生まれています。主よ、日本を縛っている霊的暗闇が去り、真理の福音によって日本が変えられますように。キリストを信じる者は人口の 1.5% に過ぎません。日本の教会と信徒が社会に対して世の光、また地の塩としての役割を果たすことができるよう彼らを力づけてください。100万人を超える日本人がアメリカをはじめ世界の各地に住んでいて、毎年1600人以上の日本人が外国でイエス・キリストに出会って帰国しています。世界に散らばっている日本人キリスト者を通して、日本に主の福音が述べ伝えられますように。日本の教会には働き人が足りません。牧師の 70% が高齢者です。新しい世代の霊的リーダーが訓練され立てられますように。外国から多くの働き人たちが日本に来て福音を伝えています。そうした働き人たちの長年の忍耐と献身を通して、日本に効果的で戦略的な働きが進みますように。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。清潔に消毒された広いお部屋で今週も礼拝を守れることを感謝いたします。一人でも多くの方々とここで共に礼拝できますように。そして自宅で礼拝を守っている方々の上にも同様の祝福がありますように。あなたの創造された自然の美しさを見たとき、おいしいものをいただいたとき、心が豊かになります。これらの一つ一つを私たちに与えてくださりありがとうございます。日々の生活の中であなたの言葉に耳を傾けず、自分の思いを押し通したり、またクリスチャンとして日々の行いを顧みたとき、ふさわしくない行動をとってしまったことをここで告白いたします。この弱き罪人を顧みてください。あなたの弟子としてふさわしい行動が取れるように助けてください。
コロナの第3波が世界中を襲っています。感染で苦しんでいる方、失業で経済的に困っている方々があなたを求め祈ることができるように助けてください。今週は大統領選挙があります。どんな不正や偏った行動に左右されることなく、あなたのお選びになった方がこの国の大統領として選ばれますように、また政治を司る方々が罪を犯しているのであれば悔い改め、あなたに立ち返ることができるようにどうぞ助けてください。この国のみならず全世界の平和のためにどうかあなたの助けをどうかお願いいたします。中尾先生の御言葉を、今日あなたの御言葉を取り継いでくださる中尾先生をどうぞ強めてください。多くの学びがあるようにどうか私たちの心を耕してください。尊き主イエス・キリストの御名によりまして感謝してお祈りいたします。アメン。アメン。聖書ルカの23章39から43節まで。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているのではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何にもしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお付きになる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。アメン。イエス様は十字架の上で7つの言葉を語られました。どれも短い言葉ですが深い意味を持っています。最初は、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですという言葉です。3番目の言葉が、女の方、そこにあなたの息子がいます、そこにあなたの母がいます。4番目が、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。5番目が、私は乾く。6番目が、完了した。7番目が、父よ我が霊を見てに委ねます。今わざと2番目をスキップしましたけれども、2番目の言葉が今日の箇所にありましたね。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。今日はこの2番目の言葉から救いの道、またイエス様に近づく道についてご一緒に学んでみたいと思います。本当にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。でこの言葉はイエス様と一緒に十字架にかけられた犯罪人、右と左二人いましたが、その一人の方に向かって語られた言葉です。イエス様はその人に救いを約束されました。ルカの福音書にはイエス様が罪人、遊女、悪霊に疲れた人々、神様から遠く離れていると考えられていた人々にイエス様が手を差し伸ばされたことが数多く書かれています。イエス様が地上の生涯で最後に救いに導いたのも、十字架にかけられるほどの重い罪を犯した犯罪人だったのです。イエス様が
イエス様はこの人が死を迎える日、その処刑の場所で彼を救いに導いています。実にイエス様の救いはどんな人にもいつでもまたどこにでも届くのです。しかし救いがどんな人、誰にもいつでもどこにでも届くと言いましても、その救いを受け取る側には、受け取るためには人間の側でしなければならないことがあります。それは救いの ABC という言葉で表せると思います。 A は Admit your sins、 罪を認めるということです。アダムが自分の罪をエヴァになすりつけ、エヴァは蛇のせいにしました。そのように自分の罪を認めないで誰か他の人のせいにするというのは人類が始まって以来のことで、別に不思議なことではありません。そして誰かに責任を転嫁できないときは、生まれ育った環境や社会のせいにするのです。残念ながら人の世に生きる限り、周りから何の害も傷も受けないで済むということはありません。人の世ではそれは避けることができないのです。でもだからといって自分の罪や過ちの責任がなくなるわけではありません。十字架にかけられた二人の犯罪人ですが、マタイとマルコでは強盗と呼ばれていますね。しかし彼らは単なるその盗人というのではなくて、ローマ帝国への反逆者だったと思われます。で、当時ローマからの独立を武力で勝ち取ろうとするグループがありました。で、反乱組織の資金調達のためには平気で強盗や殺人をしたのです。彼らはそんなことをしながら、でも俺たちはユダヤのために命を懸けてやっている愛国者である、とそう言っていました。そして自分たちの暴力はローマの暴力に立ち向かうための正義の暴力である、そういう言い訳をしまして自分たちを正当化していたのです。こうした人たちはイエス様の教え、またなさっていることを生ぬるいと考えていました。敵を愛し迫害する者のために祈れ、だってそんなことをしたらローマ兵が図に乗るだけだ、力で対抗しするしかないんだ、力のない平凡な民衆や女や子供に信仰のことを教えても理想の国はやってこない、まあ、そう言ってイエス様を非難していたわけですね。この救われた犯罪人でないもう一方の犯罪人ですが、彼はイエス様に向かって、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救え、そう言いました。もちろん彼はイエス様をキリストだと信じたわけでもありませんし、自分が救われたいと願ったわけでもないのです。キリストだというのなら自分と俺たちを救ってみろという、まあ、単なる罵りの言葉に過ぎませんでした。ところがこの犯罪人はイエス様の苦しむ姿を間近で見ているうちに、またイエス様が十字架のうちで上から父を彼らをお許しください、彼は何をしているのか自分ではわからないのです、そう祈る、その祈りを聞くことによって、それを聞いてイエス様のうちに何の罪もないということを悟ったのです。そしてこう言ってもう一方の犯罪人をたしなみました。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか、我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、だがこの方は
悪いことは何もしなかったのだ。犯罪人の仲間と一緒にいるうちは決して自分の罪には気づきませんでした。でもその彼も生まれて初めて罪のない人に出会ったとき、自分の罪を知ることになったのです。そしてそれを知ったとき、彼は素直に認めています。私たちは自分を他の人と比べているうちは絶対に自分の罪は分かりません。それを認めることはできません。あの人よりは私の方がマシだと、そう考える。それが普通だからです。けれども何一つ罪のない清いお方の前に出るとき、私たちは嫌でも自分の罪を見なければなりません。それが見えてきます。多くの人は自分の罪と向き合うのが嫌なので神様に近づこうとしないんです。人は神様が必要です。ところがその神様のもとに来ようとしない。それは清い神様の前に出るとき必ず自分の罪を示されるからです。神は光であって全てを照らすお方。しかし神様の光に照らされること、罪を示されることというのは実はとても幸いなことです。皆さん、病気はその病気を見つけてもらわなければ、自分が病気なんだと自覚しなければ治りませんね。同じようにイエス様は優れた医者が隠れた病気を見つけ、適切な治療を施してくれるよう私たちの罪を指摘されます。でもそれだけで終わらないで、その罪を許し、罪の結果から生じたさまざまな傷を癒してくださる偉大な医者、私たちの救い主なのです。7世紀の人でニネベの主教でありましたイサークという人がいますが、彼は自分の罪を認めることは世界を征服するよりも偉大なことである、そう言っています。罪を認めることは決して恥ずかしいことではありません。自分の罪を認めることができる人は自分に向き合うことができる誠実な人です。現実から逃げ出さない勇気ある人です。天への道はそのような人に示されます。救いの道、神様に近づく道は Admit、 自分の罪を認めることから、 ABC の A から始まるのです。救いの第二のステップ、 ABC の B はBelieve in Jesus、 イエス様を信じるということですね。イエス様を神の御子、救い主、また神の国の王として受け入れることです。この人はイエス様、あなたの御国の位にお付きになるときには私を思い出してください、そう言いました。Jesus, remember me. 短い言葉です。イエス様が神の国の王であると信じたから、御国の位にお付きになるときには、ということができたわけですね。イエス様は十字架につけられる前、大祭司から、あなたは誉べき方の子、キリストですかと問われています。イエス様は答えて、私はそれです。人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るはずです。イエス・キリストは、御国の位にお付きになる王であります。この人は、十字架につけられ死んでいくイエス様を救い主である。
神の国の王であると信じたのです。十字架に釘付けになっている人がどのようにして王の王、主の主として栄光の天の座につくのか、この時誰も理解した人はいませんでした。ところがこの人はすでにイエス様を栄光の王として信じ受け入れていたのです。この人は十字架の上で流す自分の血の一滴一滴は自分が犯した罪の報いを支払うものだということを知っていました。けれども罪のないお方が流す血は罪ある人間が流す血とは全く違った意味を持っています。イエス様は自分のためではなく罪人のため、その罪の許しのためにその血を流されたのです。この人はイエス様の苦しみの意味を悟りました。そしてイエス様が十字架の苦しみの後死に勝利して復活し天に凱旋するということを信じることができたのです。弟子たちでさえ信じることのできなかった復活、昇天、そして再臨、それをこの犯罪人は信じた。なんと驚くべき信仰でしょうか。散々悪事を働いてきた人が救いの真理を知って信じることができた。本当に不思議なことです。しかし私たちもまた自分の罪を認め、何の弁解もなく神様の前に出るなら、神様は救いの真理を私たちに明らかにしてください。私たちが自分の罪を隠さなかったら、神様はご自分を表してくださるのです。自分を偽らなければ、神様は真理を明らかにしてくださるのです。この人は真実な悔い改めによって神様の前に出ました。それで救いの真理を知り、信じることができたのです。さあ、最後の救いのステップの ABC の C ですが、これは Call upon him for the salvation ということですね。イエス様を呼ぶということです。主の名を呼んで救いを願うのです。神様の救いはもちろん私たちが求める以前から神様の方でちゃんと準備してくださったものです。けれどもその救いは私たちが救われたいと願い、救ってくださいと求めることによって初めて私たちのものになるのです。神様が差し出してくださっているものを受け取ることができるようになるのです。救いは私たちの何かの功績によって勝ち取るものではありません。全く神様の恵みです。けれども、それは求めて与えられるものでありまして、知らない間に、ああ、私は救われていたと。自分の意思と関係なく救われるというのではないんです。もしそうなら私たちはロボットのようなものになってしまいます。イエス様は38年間病気だった人に治りたいのかと呼びかけていらっしゃる。そしてその人から治りたいという願いを引き出そうとされました。盲人のバルテマイに私に何をしてほしいのかと尋ねています。目の見えない方が救いを求めるというのは目が開かれること、分かりきったことなんですけれども、イエス様はあえて私に何をしてほしいのか、それはバルテマイが自分の口でイエス様に救いを求めるようになるためです。バルテマイが見えるようになることです。彼自身の必要を自分の口でイエス様に求めたとき、イエス様は彼の目を開いておられます。この人も私を思い出してください、この言葉で
イエス様に救いを求めています。思い出してください、心に留めてください、覚えていてくださいっていうこと、これは聖書では神様に対する切実な願いを表すのに使われるのです。詩編の106の4、主よ、あなたが御民を愛されるとき、私を心に留め、あなたの御救いのとき、私を顧みてください、覚えていてくださいということが言われていますね。そして神様もそう祈り求めるものを覚えていてくださるのです。詩編の112の6、正しいものは常しえに覚えられる。イエス様は救いを求めたこの人に誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと言って即座に救いを与えておられます。イエス様の復活や昇天再臨の時まで待つことなく今日今なのです。パラダイスには楽園という意味があります。信じる者に与えられる永遠の喜びのことを指しています。でもここで大事なのはパラダイスという言葉よりもむしろ私と共にというこの言葉だと思います。イエス様が共にいてくださるならそこはパラダイスになるからです。ゴルゴタ、サレ神戸の丘さえもイエス様が共におられるならパラダイスに変わります。逆にたとえそこが地上の楽園のようなところであってもイエス様がそこにおられなかったらそこは決して幸いな場所にはなりません。今日恵まれた生活をしていましても暗い心で毎日を生きている人がなんと多いことでしょうか。幸せそうに見えても心に満足がないのです。愛が冷え切ってしまった家庭もなんと多くあることでしょう。そこにイエス様を迎え入れないからです。イエス様のおられないところには本当の愛も希望も光も平安もありません。イエス様は十字架を前にして弟子たちに言われました。ヨハネの14の1から3です。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じまた私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたらまた来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。イエス様と共に、これが大切な言葉です。でイエス様はあなたは今日私と共にいるとこの犯罪人の一人に言われました。その言葉は実はヨハネ14の1から3、あの最後の夜イエス様が弟子たちに語った言葉をぐっと要約したその言葉だったのです。イエス様は他の弟子たちに与えたのと同じあの天国の約束を罪を認め、イエス様を信じ救いを求めたこの犯罪人にもお与えになったのです。しかも誠にあなたに告げますと言ってその約束をより確かなものにしてくださっています。イエス様が言われた誠にという言葉は元の言葉ではアーメンです。真実、その通り、確かなことという意味です。私を思い出してください、私を覚えていてください
とイエス様を呼ぶ者をイエス様は決して忘れることはありません。あなたと共にいるという約束を破ることはありません。イエス様がアーメンと言ってそれを確かなものにしてくださっています。この救いを私たちもアーメンと言って受けているのです。救いの ABC Admit Believe Call 認め信じ呼び求める、この3つのステップを踏んでイエス様の約束を自分のものとしたいと思います。祈りましょう。父なる神様、あなたは言われました。女が自分の血の肉を忘れよう、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。あなたは、あなたを信じる者をあなたの手のひらに刻み、決してお忘れになることはありません。イエス様は、あなたの真実をもって、アーメン、私はあなたと共にいると約束してくださいました。その約束に私たちもアーメンと答えます。御子イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。Jesus, remember me when you come into your kingdom。 たったこれだけの短い賛美ですが、何度か繰り返し歌いましょう。私たちをいろいろなことの中で守っていてください。感謝します。また私たちの罪を許すために、イエス様は十字架から苦しみを招き、私たちに救いを与え、罪の許しを与え、また素晴らしい天の御国への約束を
お与えくださっているまでにも感謝します。強盗が本当に私を覚えてくださいとイエス様に祈ったように、私たちも絶えず主の名を呼び主を見上げて歩んでいくことができるように、与えていただいている人生を主にあって大事にし、またできる限り他の人々にも神様の愛や恵みを伝えることができるよう、また人々の必要に対して祈るものとなしてください。今この国も世界中もコロナウイルスのために苦しんでいます。どうかこの世界を煽り納得して、このような大きな疫病が収束していくために、神様の守りにと力を表してください。祈られたようにトルコとギリシャの方で大きな地震があり、今何か雪の下にいる人々がいます。どうか神様、一人でも多くの方の命が助かるように助けてください。また私たちの思いや目の届かないところにも苦しんでいる人たちが大勢いる世界ですが、神様の憐れみが苦しみ悲しみ人々に届けられるようにしてください。大統領選挙が明後日に迫っています。どうぞ神様がこのアメリカのためにお選びくださった方が、どうぞ立てられますように、選ばれますように、当選しますように導いてください。またこれに対してみんな間違いや不正や災いや暴動が起きたりしませんように、どうぞ大きな問題がこのアメリカに起きないように、なんとか神様どうぞ犠牲を与えてこの国の民を守ってくださり、助けてくださるように、神を恐れる思いは一人一人にどうぞ与えられますように、またいろんな苦しみの中にある人々が本当の救い主であり希望であるイエス様を求める信仰がこの国にも与えられますように。未だに教会も開かれず、学校も行けない子供たちもクリスチャンも持っています。神様のことか、そのようなことにも恵みの御手を、どうか力の御手を持って、学校が早く再開できるように、またどうぞ教会が本当にみんなで礼拝する場所として、また開かれていくように、病んでいる方々を助けてください。松山さんもどうぞ治療の方法がないそうですけれども、仕事とか守ってください、帰りにいてくださいますようにお願いします。日々ともにいて帰りにください。どうぞ私たち一人一人の祈りを、信仰を、祈りを直してあげてくださいますように、見尽くせない感謝と願い、イエス様の尊いお名前によって御前をお祈りします。アーメン。以上にしましょう。 Go in peace、 平安のうちに行きましょう。